楽器が初めてだとストラムパターンがなかなかうまくできずに苦労している人が多いと思うんですよね。コードを覚えるのも大変なんですけどもまあ言っても2次元じゃないですか要するに左手の手の形ですよね。うん。最初できなくても練習してさえいればいずれ抑えられるようになりますコードはね。うん。でもストラムはですねこう時間軸のパターンなんですよね。言ってみれば4次元なわけですよ。うん、しかもうまままくできないまま 練習しちゃうと、間違った弾き方がこう身についちゃうんですよね。まあ、下手を固めるって言い方しますけれども、一旦ついた癖を直すっていうのは、すごく時間かかったりします。実際、その変な癖がついちゃった人っても案外多いんですよね。本人はできているつもりでも、こう他人が聞くと、あれ、ちょっとおかしいなみたいな。うん。まあ、一人で楽しむ分には、えー、それでもいいんですけれども、他人と合奏したり、伴奏をつけるようになってくると。あれ、なんか変だな。 っていうことになります、うん、でも周りの人はですね間違ってますよなんてなかなか言えないんですよ言いませんよね、うん、そういう人もですねあの動画見てもらいたいたんですよね、うん、このタイトルで釣れるかどうかちょっと分かんないですけども、うん、で苦手意識を感じている皆さんはですね履くの表だけのパターント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 ンタンタトンタトンタトン,トンっていうね、うん、こういうパターンだったら大丈夫でも裏拍くを刻む パターンになってくると、途端にお手上げの人って多いんじゃないですかね。うん。こう、シンコペーションって言いますよね。うん。でもですね、あんまり気に病むことないですよ、そういうのも。うん。正直言うと、楽器が初めての人が裏拍バリバリのパターンっていうのをマスターするのって簡単じゃないですもん。うん。えぇ、ー、でもそんなこと言ったってマスターしないとあの曲弾けないじゃんはい、そうですね。そこでこの動画ですよ。はい。どうすればいいかなんですけれども。 ボイスパーカッションで練習するっていうのをお勧めします。はい。つまりですね、口。口でストラムのパターンを発生してみましょうよという練習ですね。うん。手だとこう弾けないパターンでも、口ならできるんです。なでしょうかと。手よりも、口の方が圧倒的に器用だからなんですね。例えば3日ぐらいウクレレサボっちゃう人いてもですね、3日間一言も喋らないって人いませんよね。 ウクレレ初心者の皆さんも声を出すことについては何十年選手なんですよ。プロ級ですよね。しかもストロークだとこうアップで弾くのかダウンなのかそこは空振ってって言ってくさいと、うん。口ならそういうのないですから、うん、シンプルですよ。なので初心者の皆さんはまずボイスパーカッションでできるようになってからそのボイスパーカッションをガイドにして手で弾く練習をしていくっていうのがおすすめなんです。 そうすることで、先に頭の中にタイミングの感覚が身につきますから、その感覚の延長で右手を動かしていけば OK。っていうことになります。で、具体的な練習なんですけれども、タイトルにつられてこの動画を見てる人はですね、主に教則本を使って練習してらっしゃると思うんですけれども、教則本にですね、サンプル音源の CD、あるいは動画がついてる、ありますよね。 ひとまずね、そういう本であったら、本に載ってるリズムの譜面ってのは読み解く必要ないんですよ。うん。つまりリズム譜は見なくても OK ですってことです。耳を頼って、音源を頼って、ボイスパーカッションで練習する。練習してくださいってことなんですよね。うん。例えば、こんな2小節のパターン。D はダウンストローク、U、e、はアップストローク。 で、ポチのところは弾かない。まあ、空振りですよね。うん。これ見ただけで弾けますか、皆さん。一旦動画を止めてですね、トライしてみてもらいたいんですけども、おそらく初心者の方だと、まあ、10分かかっても、おそらく弾けないと思います。できないと思うんですね。うん。じゃあちょっと弾いてみますね。C7 のブルー進行でいってみます。ストラムのパターンは画面に映しませんので、皆さんは僕の演奏を聴きながら、ストラムパターンをボイスパーカッションでなぞってみてください。 音程は違っても構いませんタイミングだけ合ってれば OK ですでやってみますよどうでしたか ほとんどの人がですね、リズム通りに発生できたと思うんですよ。うん。リズム踏みって練習しても10分かかってもできなかったストランパターンが、ボイスパーカッションだったら一発ですよ。すごくないですかこれ。うん。ちなみにですね、このパターンのリズムは、T-Rex の 20th Century Boy のイントローと同じなんです。これですね。こうやれると、なおさらできるでしょ。ボイスパーカッションの練習って、これ要するに耳コピなんですけども、 リズムを覚えるのは耳コピプラススボイスこれが最強だと思います僕皆さんカラオケで歌う曲って不明の中見ないでしょでも音程もリズムも普通に普通に歌えてるじゃないですかそれと同じですよでボイスパーカッションでパターンをうまく発生できるようになったら次はその自分の声に合わせて右手のストロークの練習をしてみてください、うん、これがうまくできないって人もいると思いますけれども そういう人はですね、えー、最初のうちはこうウクレレ持たないで、えー、右手でこう膝を打つ練習してみてください。こんな感じで。でででね、でたー、ま、レレたたたーたたーたたーたーたたたたーたーたたたー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 たでたー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 たた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  右手をこうアップダウンで動かし続けます。12345678。12345678。うん。これに合わせてですね、ボイスパーカッションをかぶせてみます。たた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 うん。これで発生するタイミングで指先をこう、膝やですね、洋服ヒットしてみます。これゆっくりやってみましょうか。

16ビートはですねちょっと難しいんでそれなりに練習が必要になりますけれども基本はこうふわりこう音符の割り方が8ビートの半分になるっていうだけなので考え方は同じなんですよまずは8ビートの大体いい主要なストランパターンができるようになったら16ビートに取り組んでみてくださいはいそれでリズム譜を見なくていいですっていうふうに申し上げたんですけれども パターンが弾けるようになったら復習としてリズム譜見直しておくことをお勧めします。ウクレ弾きながらリズム譜を見てみてですね、こう自分のタイミング感覚が紙に書くとこうなるんだっていうのを後付けの理解として腹に落としておくってことなんですよ。うん。で、リズム感覚に対して譜面を一致させるっていう感じでしょうかね。最初はこうピンとこない。 かもしれないんですけども、こうやって真面に復習をやっておきますとですね、いずれリズム法を見るだけで、あ、こういうパターンだな、弾けるようになります。うん。要するにですね、理論は実践の後追いで勉強した方が身につくし、実際の役に立つっていうふうに思うんですよね。皆さんの参考になれば幸いです。